ここストライカー当たんなかった。今ラグいな、だいぶラグいな。スキルに無駄打ちしちゃったな。はい、回避を見つけっと。二枚で叩くからそうなるんだ。あっち行った。ラッキーですね。ヤソップくんがやってきました。ヤソップ持ってんだからタイミングくらい覚えとけよ。無駄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 。ちょっとこのスキル打つたびに毎回やっていこうと思います。やめようか。そして今回のスペックはこんな感じです。え、逆レベじゃないのか。結構最近手に入れたので仕方がない。フラノスケのスキル1は無敵スキル中に気持ち早めに打つと当たります。よっしゃこいつも倒すでー。スキルに溜まってないの忘れてた。だからロースケスケピンチ襲来。ここでスキル2を使いましょう。なんかスキル2を発動中は HP1 で耐えます。てなわけで逃げろー。スキル1は抜き終わりもちょっと早めに打ちましょう。バカみたいな火力で続けます。4万5000ダメージ出てたぞ。恐ろしい子。スキル2は出会い頭に1個も意外と当たります。そうか、一撃でも入れば回避のクールタイム増えるもんな。脳筋再来。ウッパを降りに来た。おうおうおう、外してんじゃないか。あれ、こいつパワーなしではないぞ。私のものだ。こいつはもう回避をなしてないんだ。あらあ、こいつもついでにいただく。全員が重いな。肩に気持ち違います。フラノスケめちゃくちゃ強いじゃんって思った人はチャンネル登録高評価お願いします。よっしゃー、2試合目も華麗に倒していきます。ソロが来ているので若干失速。ムダ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 。やっぱり攻撃キャラの強さじゃないな。それな、突っ込んでくる予想で旗握ります。あら来た、とどめさせちゃいましょう。遠距離近距離どっちも対応できるキャラとしてめっちゃ万能。アタッカー工場で一番強いんじゃないか。これはおバグするかな。そうですね、さっさと100レベにしておバグしましょう。半年かかるな。誰か降りてきたね。スキル1で2回撃ちます。おっと、ソロも来た。旗掴んでくれるのは好都合。回避見たから無駄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 。なんで厄介な、勝ち取ってバッション撃結構残る。まあ一撃入れれば倒せるな。あともう一人援軍来てますよ。別れいいですね。回避使わせてしまえばどうってことない。あ、いい気来た。ロケットランチャー。なんか新たな援軍来てないか。今度はヤマトですね。カウンター警戒で行きましょう。めっちゃすれ違い通信してる。まずい、同時の位置がバグってる。いや、相手がミスっただけだ。回避で詰めてきたならこの動き、よくある動きなので覚えておきましょう。ダシバグは起き上がったタイミングわかんないですよね。私はわかりますけど。は？は？相手がダウンしてからの起き上がるまでのモーションを、毎回再生すればいけます。簡単に言うと感覚で覚える。みんなもやってみてね。相打ち。それでは軽快な BGM とともに最終試合を始めていきます。フラノスケのスキルにはな、撤回しても逃げないか。当たるんだよー。リアー気持ちかったですね。こいつ本当に工場なのか。もう少し耐久力があったら環境襟してたな。それはない。え位置調整をして。実はここ当たるんですね。フランキーは敵を倒すたびに火力が上がります。最大で 50% 増加します。スキル2の前に無敵スキルだけ警戒。使ってくれたのでスキルに使います。逃げられちゃった。賢明な判断だな。こんなんのと戦うのはやめた方がいい。火力で押し潰されるからな。KO チャンス到来。ロケットランチャー。ダメージ量やばいって。末恐ろしい。いつの間にか敵全滅してる。フラノスケが 2KO したおかげですね。ちなみにフラノスケ使った感想はどうだ。耐久力が心もたないのでジェット回避とかの PF が必要だと思います。多分使い慣れたらめちゃくちゃ出せると思います。持ってる人は一度使ってみてほしいです。本当に強いから。こりゃ楽しいね。カツカツコンボだと思ってたけど耐久力高い相手だと倒せないんだな。復活特性持ちもちょっと厄介だな。100レベになったら勝てるようになるかも。さすがに2回目はダメっぽいな。ダフィーだっぽい。工場が強いから普通に戦えてるけん。あ、意外と余裕でしたね。多分奥がここかな。大正解。
右旗は捨てて A 旗いっちゃいますか。よっしゃー、ロケットランチャー。この瞬間が一番気持ちいいですね。それじゃあ今回はこれで終わり。チャンネル登録高評価するとオープ主のモチベが上がります。 Twitter もやってるので概要欄からフォローしてね。ではまた私たちの出番が来るまで、バイバイ。